どうもこんにちは、あたりです。ライザのアトリエ、常闇の女王と秘密の隠れ家、プレイ実況続きです。さあ、前回と前回の続きなので、ライザはいつフィルフサに遭遇しても大丈夫なよう、より強い道具を作っていこうと思うのだったということで、プラジグとルフトを作る、そんな回です。早速作りましょう。まずプラジグだね。どこに入れようかさ、稲妻港何を入れよう。ちょいちょい手に入るから、まあ結構持ってますね。作ればいいだけなんで適当に入れます。何を入れよう。おお、品質15だってよ。まあ品質関係なしね。できそうだよか。あれ、レシピ変化を狙える？狙えないね。わ、34だって。これでいいかな、うまくいくかな。よー、まずはじゃーん、プラジグ完成です。なんか上達してきた気がする。あとはルフト、風属性。どこに何を入れるのがいいかな。武器、武器というよりは、なんでしょう、まあ、攻撃、できそうな予感。攻撃アイテム、これでいいかな。これも行くかな。適当に作ります。じゃーん、じゃじゃーん、こんな感じかな。敵単体か、若干使いづらいかもな。ちょっと休まった。気分転換も大事だしね。景色、島もこうして外から見ると新鮮で綺麗に見えるかも。湖も綺麗。この湖のおかげで魔物も島に入り込めないんだよね。ありがたい話。なんか変だな。お、いつもと何か違うような。あ、波の向きが違う。お、そういえばアンペルさんから湖の変化には注意しろって言われてたよ。あれかな、なんでしょう、潮流、潮流というか、まあなんでしょう、季節によって。アンペルさん、リラさん、ちょっと湖の様子がおかしいんだけど、前に何か言ってなかったっけ。お前が蒔絵を作った時のことだろう。潮目が変わると水の下ではいろいろな変化が起こるものだ。水の下ね。海とつながっているこの湖は魔物が入る恐れがある。だから漁師に注意しろと伝えさせたわけだが、湖の漁師たちなら何らかの異変にもう気づいているかもしれんな。というわけで聞きに行く感じかな。フィルフサとも戦えるかもしれない道具を作った後、竜の討伐後に村の様子がどうなったのか気になったライザは村の中心に行ってみることにした。防電地区に向かう。情報収集かな。行きましょう。おお、ボース。あ、ボース。どうした？好きなのか？今日は土下座の目障りだの言わねえんだな。そりゃそうか。なんせ助けられた側だもんな。やめとけやめとけ。怪我、もう大丈夫そうね。うるさい。お前に気遣われるいわれはない。お前の助けなど俺は望んでいなかった。ボーズ、私は分かってもらえればそれでいい。今の私たちが何でもなくはないって。なるほど。その自信の根拠があの流れ者ども、錬金術ってわけか。そうよ。行くぞランバー。はい。助けた礼もなしか。まあ最初から期待もしてねえけどよ。やめとけやめとけ。もうやめなよレント。ほらタオクもそう言ってるじゃん。なんで一番いじめられてたお前が言うんだよ。こんな時くらいもっと。くそ、みんなボス君と喧嘩中なんだ。はっ、見てたろ、そんなの当たり前さ。あのいけすかない野郎とはずっと敵同士だよ。
鉄器。友達じゃなくて？ボースと私たち、子供の頃はよく一緒に遊んでたんだ。ライザ！でも、あることで大喧嘩してさ、それっきり。確かに喧嘩中ってことなのかもね。あ、ボースいるじゃん。よう、ボース。ん、なんか言うことあんじゃないのか。ん、わざわざ話すこともないね、はは。あ、な、え、なんだ、あ、びっくりしたいきなり火ついたから何かと思ったらこれかい。お、びっくりだなこれな。村の中心でボースと出会ったライザたち。竜から救出したことでボースと一層ギクシャクしてしまったことを感じたライザたちは、何とはなしに再びアトリエへと引き返すのだった。おう、どこに行く？そうかい、行きましょう。お、なんだ、アングルがな。よ、来たぜ。あ、クラウディア。お、行っちゃダメか。こんにちは、二人とも。どうしたの？秘密のお話か。ああ、いや、ボースと話した時のこと、ちょっとクラウディアに謝らないとって思ってさ。はあ、あっさり言うなよ。だいたい俺は悪いこととか何もしてないのに、なんで謝るとか。そういう、自分で言ったくせに。そういうことならお互い様でいいんじゃないの。私こそごめんなさい。よく知りもしないのに余計な口を挟んじゃって。別に俺も怒ってねえし、いいよ。で、ああ、そういうめんどくさい話はやめだ、やめ。そうそう、その普通な感じでいいんじゃないの。それより二人とも、ここ来るときに気づかなかった？気づくって何に？湖の様子よ。なんだか妙に静かじゃなかった？そういや、やけに湖面がないでたな。また不良がなんとかって話か。さあ、でもやっぱり何か嫌な感じがするんだよね。とは言ってもどうすりゃいいんだ。そりゃあやっぱりまた漁師さんに忠告かな。またうるさがられるだけじゃ。危険を黙って見てるよりはうるさがられる方がマシよ。船着き場に行きましょう。あー、湖に、あ、なんだ、ライザー、面白いもん作ったぜ。はあ、ちょっとこっち来てくれよ。なんだよ、面白いもの。ほら、これだ。畑？これって畑じゃない。どこが面白いもんなのよ。私が毎日どれだけ畑仕事から抜け出そうと苦心してるか、二人なら知ってるでしょうに。そう毛嫌いすんなよ。別に言いつけられた仕事をするわけじゃない。ここなら好きなもんが作り放題だぜ。そうそう、錬金術の材料になりそうなものを育ててみるとか、いろいろできるんじゃないかな。なるほど。言われてみれば明暗のような気も。ま、騙されたと思ってやってみますか。何を作るかはライザの自由だよ。頑張ってね。お、秘密の隠れ家の畑。秘密の隠れ家に秘密の畑が作られました。おお、秘密だらけだな。ここではいろいろな素材アイテムを収穫することができます。まず畑に種を植えます。種にはいくつかの種類があります。種を作成することから始めましょう。種を植えてしばらく経つと素材アイテムが収穫できるようになります。同じ種でも何が育つかはまちまちです。種の品質や特性に応じて採取できる素材アイテムの品質や特性が変化します。高品質で良い特性を持った種を使うことでレアな素材アイテムが採取できることも…クエスチョンマーク。調合で種を作成したら積極的に植えてみましょう。種か。あ、種の作り方？なるほど。ああ、植物の種の作り方。え、植物の種っていう1個しかないわけ？
何作っちゃおうかな。植物の種。種。あ、あった。作れない。どこにしよう。若木の枝葉。はあ、流星の古城。行ったことあるけど手に入れたことないな。割と最初はちゃんとしてたと思うんだけど、なんかあるんだろうな。うん。次は。アトリエでおとなしくしていたライザだったが、ふと湖の様子がおかしかったことに気づいた。以前魚が取れなくなったことがあったのを思い出したライザは漁師に話をしに行こうと考えた。じゃあ行きましょうか。どこに行こうかな。港に行きます。こっか。これあれかな、湖に住む魔物を倒すみたいな話になるのかな。それにしてもフィルフサか、大変なことになった。いや、知らなかっただけでとっくになってたのか。アンペルさんとリラさんはそれを食い止めるために島の内外の遺跡を調べて回ってたんだね。あの魔物がただの石膏でしかなかったなんて。じゃあアンペルさんの言う大侵攻って、あれ以上のがそれこそ大軍勢で来るんでしょうね。そりゃクリント王国もボコボコに。おーい、ライザー。あ、漁師さん。ああ、不良の時に負けをあげた。また何か用？こっちも話を聞きた。ここんとこ蒔絵の危機が落ちてんだ。また新しいのを作ってくれねえか。え、やめとけ。あれ結構強力に作ったのにもう効かなくなっちゃったの？ていうかもう取りすぎだろ。そうなんだよ、全然取れなくなっちまった。頼む、島の漁師全員を助けると思ってよ。蒔絵で大量になるからって調子に乗って取りすぎたんじゃねえのか。そうだそうだ。バカ言うな、取る量は不良前より抑えてんだぞ。こっちがどれだけ苦労してやりくりしてるか。あ、わかったわかったよ、俺が悪かった。で、どうする、ライザー。もっと強力なの作るか考えてはみるけど、そもそも餌頼みの量ってどうなのかな。確かに不良の原因について餌の効力が落ちたこと以外に思い当たることってありますか。学者じゃあるめえし、難しいことは分かんねえよ。俺たちが感じるのはまた潮目が変わったくらいだな。またやっぱり変わってるんだ。じゃあ外界の魔物なんてのも現れたり。だからあん時も言っただろ、外界で何十年に一度の大しけでもなけりゃそうそう来ねえって。アンペルさんが言ってたことだし、ちゃんと用心しといた方がいいと思うな。アンペルって最近この辺うろついてるまじないしか。あんな流れ者の言うことが当てになるのかね。ちょっと、アンペルさんはすごい錬金術師なのよ。私が蒔絵を作れたのも。どうどうライザー、何にもないならそれでいいじゃねえか。よくない、竜もフィルフサも出たのよ。外界の魔物だって来ないとは限らないじゃない。それはそうだけど。嫌な予感しかしないですね。だから気をつけた方がいいんだってば。んなこと言ったってな、何もないものをどうやって用心すりゃいいんだ。寮を休むわけにもいかねえしよ。それはだからライザー、いや錬金術師さんよ、さっきも言ったがとりあえず前のより強力な蒔絵を作ってくれよ。そうそう、まずは不良の方をどうにかしなきゃ。何か起きたら知らせるぜ。ライザ、どうする。魚が湖にいるかどうか調べるだけでも意味はあるかな。分かった、とりあえず前のより強力な蒔絵を作ってみるよ。おお、よろしくなライザ。いや本当に助かるよ。チッ、自分の都合ばっかり押し付けやがって。漁師さんの言うように実際には何も起きてないわけだし、しょうがないよ。それにしても作り方の当てはあるの？分かったとは言ったんだけどさ、正直どうしたものかなって。どういう餌ならよく食いつくかってのは分かるんだ。
ある方向に匂いが強くて好みの味なんかもあって、ただ前に作ったのと比べてより強いものをって考えるといい材料が思いつかないんだよね。こんなところに集まってどうした？どうも。リラさんとアンペルさん、実はカクカクシカジカ四角いムーブ、私は魚の餌のことはさっぱりわからんが、強い匂いのあるものならば。何か知ってるの？北の宿場に買い出しに行った時、全体が強い香りに包まれている森があるという話を聞いたんだ。おそらく香りを出す木か何かが生い茂っているんだろうが、その辺を材料に使えばいいかもしれん。香る木か、ありがとう。場所としては街道をずっと北に行ったところだそうだ。分かった。目的のものがあるかは分からないけど、行ってみなきゃ始まらないし、行ってみるよ。街道を北ね。はい。漁師に会ってみると、また魚が取れなくなったと伝えられる。そして以前作ったものよりさらに強力な魚の餌を用意してほしいと頼まれてしまう。ライザーはより強い香りの餌の作り方は思いつくが、その材料が見当たらない。するとアンペルが強い香りのする場所について教えてくれる。そこに行けば望む材料があるかもしれない。品質が70以上の強力な魚の餌を作る。材料となる強い香りのするものは旅人の道のさらに北の方にあるらしい。はあ、どこに行くの？探しに行きましょうか。北方分岐路っていいのか。ここからさらに北か。こうしてみんなと外に出るの楽しいわ。あれ、目的地が違くない？右と左があるが、どちらにしようか。左だな。よし、じゃあここから北に向かっていって、まあ、香りの強い何かを手に入れればいいわけだな。あれ、なんか岩があるけど壊せる。あ、壊せるね。そういや、島にはあまり鉱石してないよね。い、全くないわけじゃないのか。いやっす、そもそもこっちで合ってるのか。合ってるっぽいぞ。あらあらあら、赤いね。あの時君は赤かった。ライザ、驚きすぎて面白い顔になってるぞ。面白いって、受けた衝撃を声と顔に出してたんでしょうか。だってほら、見事にどの葉っぱも真っ赤でさ、不思議な光景だな。絵の具で塗ったみたいな色合いだね。そういう種類の木なのかな。地面の成分が影響してるのかも。ほ、なるほどね。木の種類か、地面の成分か、はたまた絵の具か。いや、絵の具はないだろう。そんなに調べたいなら苗を一本持って帰って村なりアトリエなりで育ててみればいいんじゃないの。確かに。なるほど、実験と検証。やっぱやめとく。え、どうして？その木が育つのを確かめられるほどクラウディアは村にいられないだろうし、それに今みんなで一緒に見て思い出にする方がこの綺麗さを覚えていられる気がする。まあそんなもんかもな。一緒に見て思い出に。そうだね。だから少しみんなで眺めてよ。材料は？材料、よいしょ。こぼしちゃわないように気をつけないとね。よいしょよいしょ。エキスじゃないのかな。エキス系だと思ったけどそうではないっぽい。あ、でも木って言ってたか。もうちょい奥まで行ってみるか。あ、なんか敵見たことないやついるな。強いやつがうじゃじゃいるな。戦うのめんどくさいな。新しく行けるところが増えたね。なんだここ。甘露川誇りメイプルデルタ。あれ、あ、いいのか。こっから進んでいけばいいか。やだやだ、こっち来ないで。先に進んでみるか。
何か新しいこと起こるかな。香る蜜の木、この辺、ここ登ればいいのか。どっから登る。どっか、あ、こっから登る、こっから登る。オッケー、これか。これを、あ、切れない。あ、休憩ということは、この辺にある木から何か採取すればいいってことか。この先に何かあるのかな。採取できそうなものは、敵がいるな。ちょっとマップ、一応ここが行き止まりにはなってるから、あっちからか、こっちから、あ、下に行けるな。木なんだよな、木。上か、よいしょ。せい、火事になったら大変だ。あ、これは取り扱い注意だね。よいしょ、よいしょ。あ、違うね。あ、なんかあるぞ。あー、釣りか。これが釣りで、木っぽいのがあれば、こんな感じでいいか。木を見つけるだけなら簡単だぜ。あ、木だ。これをどうだ。あー、見つけたね。あ、めっちゃ蜜出てるじゃん。あらあらあら、こんなに出るのかい。あとは伐採できる木はなさそうか。ここまで来るのめんどくせえな。場所が変わると取れる木材の種類も変わるね。いっぱい取っておきたい。どういうのがあるといいんだろう。よいしょ。まあこんなもんかな。向こうにちょっと行ってみるか。また見たことねえ敵がいるぞ。やだやだ。あ、なんかある。よいしょ、宝石だ。あらあらあら、綺麗だね。よいしょ。この材料にするの気が引けるけど、これも錬金術のため。いっぱいあるね。宝石だろこれ。売って小遣いにしようぜ。アンバーフライ。でも虫かい。買ってくれる人がいねえか。ははーん、この化石、化石、琥珀の中に。宝石が嫌いな女の子なんていないと思う。建物があるけどあれは入れないんだろうな。よし、じゃあこんなところかな。アトリエに帰るか。よし、これで調合できるかな。ここから、あ、強力な魚の餌作れるね。レシピ、あ、これかい。何を入れるのかいいかな。小麦粉を入れて、あ、違う、待って。さあ、何を入れよう。さあ、何を入れよう。いいもの、できそうな予感。何を入れるのかいいかな。木を入れる。お、何かが変わりそう。オッケー。どれがいいかな。これでど、品質は70、70いけないからまた作り直さなきゃいけないかな。よしよし。で、こっからあれ、強力な魚の餌どこ。あった。どこに入れた。これ70以上。何を入れよう。待って、これさあ、何を入れよう。できるかこれ。品質。さあ、何を入れよう。何を入れるのがいいかな。これ使うか。
70以上だぞ。さあ何を入れよう。これで一応作れるか。何を入れよう。これでいっか。うん、まあ今別にとりあえず品質だけだからな。とりあえずなんか入れちゃうか。これでいっか。どれにしようかな。これさあどうだ。悪くないんじゃないかな。じゃじゃーん。オッケー。よし。思いつく限りの魚が好む成分を高い拡散性を持ったつなぎで固めた超超自信作。これならどんな深くからでも魚がわらわら集まってくること間違いなしのはず。後で漁師さんのとこに持っていこっと。よし、うん、届けるね。早速試してもらおうと。あれどこ？おう、どこに行く？あ、向こうね。オッケー、行くぜ。ここで湖に住む魔物と戦闘にならなければいいが、うん、あ、この人、あ、この人か。どうも。持って行って、あ、いいよ。お、ナイザー、こいつが例の。うん、前のよりさらに強力な蒔絵。多分、これで不良も解決するはずだよ。おお、ありがとうよ。早速、明日の寮で試させてもらうぜ。どれくらい効果があったか、また明日聞かせてね。これで明日まで待つ感じかな。翌日以降になるだろう。一日経ってから再度空間港を訪れる。一日経ってからか。どこに行こうかな。一回じゃあ家に帰るか。家に帰りの寝る。休まるね。もうちょい寝るか。夕方まで寝る。休まるね。よし、もう一回朝まで寝る。よし、休んじゃおう。これで一日経ったな。どこに行くの？じゃあ、港に行こうか。あ、何か起きたな。餌の効果はどうだった？ライザか。ダメだな。ダメか。小魚一匹かからない。一体、どうなってやがんだ？本当に。もらった薪は前のより強力なのか。餌を疑うんじゃない。そのはずなんだけど、それでもダメってことは潮目がどうこうじゃなく本当に魚が減ってる。ブツブツ言ってねえで、なんとかしてくれよ。錬金術ってもっと他になんかできねえのか。勝手ばっか言うなよ。あんたたちのためにライザは餌を作ってやってんだろ。それに強力な餌を使っても魚がかからないのはやっぱり外界の魔物が。またそれか。いい加減聞き飽きちまったよ。じゃあな、俺たちは後のことを考えなきゃなんね。あんな言い方しなくても。生活が追い詰められてるってのもあるんだろうけど、それにしたってね。流体時してもまだこんな扱いかよ、クソ。村の連中にとって私たちはいつまで経ってもその辺をうろついてる子供なのかな。あれ、これどうすんだろう。またアトリエに行くか。改めてライザが結果を聞いてみると、それでもやはり不良が続いているという。挙句錬金術を役に立たないと言われる始末。がっかりしたライザたちはアトリエに引き返すのだった。よい少年、何してるんだ。よい少年、よう少年、後ろにでかいのがいるぜ。どうだ。どこに行こうかな。じゃあアトリエに戻るか。お、アンペルさん。そんなわけで誰も話を聞いてくれなくて。まあ
大人の方が目先のことしか見ていないってのはよくあることだ。私が話を聞かせるなら、そうだな、お前たちの強さを目の当たりにした守り手たちにいい噂を広めさせてからもったいつけて依頼を受ける。はあ、評判が自然と高まるのを期待しているお前たちはまだまだ不満に思っている通りの子供ってわけだ。うむむむ。さて、無駄話はこれくらいにして、私からも一つお前に頼みがある。は。村の中心人物に会わせてくれないか。モル、中心人物というと、簡単に言えばお偉いさん方だな。発言力や決定権のある人間がいい。なるほど。あ、モリッツさんか。モルネって誰だ。これにも声をかけてるけど、やっぱりモリッツブルネってことならモリッツさんかな。混ざっちゃった。モリッツブルネ氏、水源を握る村の顔役か。熱心だが強引な人らしいな。そうそう、何かと言っちゃ威張るんだよね。なんでわざわざモリッツさんと話したいの。門の調査にそろそろ拉致を開けようと思ってな。立場のある人間から遺跡の話を聞いておきたい。ブルネン家が邸宅を構える高台は島でも特に古い遺跡が集まる場所らしいし、ちょうどいい。トレッペの高台ね。文字のかすれた記念碑だの、枯れた大噴水だの、古ぼけたものばっかり集まってるよ。しかもなんとなくブルネン家のものって扱いになってんだよね。ふん、そんなお偉いさんの敷地を無断で調べたりしたら文句を言われるどころか島を追い出されかねんだろ。とりあえず許可とまではいかなくても、後でとぼけるための現地くらいは取っておかないとな。ふふん、子供にできないことがよくできますこと。さすが大人は違いますね。いい加減機嫌を直せ。雨でもやろうか。わかっててからかってるでしょ。まあいいわ、とにかくトレッペの高台に行こう。なるほど。ほほう。アトリエでアンペルに不満をぶちまけるライザたち。アンペルはそれを軽く流し、そろそろ異界の門について調べるためモリッツに会いたいと言い出す。そこでトレッペの高台にあるブルネン邸に向かうことにした。うん、じゃあメインストーリーはこれぐらいにしておこうかな。あ、ちょっと待って、なんか新しく商品入荷されたって言ってるぞ。どこに行こうかな。見に行こう、見に行こう、見に行こう。なんだろうな、錬金術のあれが、本があれば嬉しいな。どれ、ないなないか、そっか、ないか。まあ仕方ね。うん、また。さて、なんかとクエストがないか。何かあればと思ったがないね。うん、じゃあ今日はこのぐらいしとこうかな。どこに行くの。うん、ちょっと今日は短めだけども、うん、仕方ない。何したっけ今日。何もしてねえな、メインストーリー進めただけだな。まあそれでもいいでしょう。それじゃあまた次回、バイバイ。